バックライトは背面から液晶を証明するものである。バックライトにはエッジライト方式と直下型方式があるが、小型液晶、ノート型パソコン及び LCD モニター、普及型の液晶テレビにはエッジライト方式が多く、大画面の中級機以上の液晶テレビには直下型方式が主に採用されている。エッジライト方式の技術の要である。 同光板を利用した面光源技術は日本発祥のものである。液晶ディスプレイ黎明期当初、バックライトといえばエッジライト方式を意味したが、近年、液晶テレビ用バックライトは直下型が主流となったために、エッジライト方式と直下型方式は分けて記述されることが好ましい。ちなみに、有機エレクトロルミネッセンスのディスプレイはそれ自体が、 発光体であるためバックライトは搭載されていない。液晶テレビや PC のディスプレイ等面積の大きいものでは光源に、レイン極間を使用する例が現在は少なく、液晶ディスプレイでは色再原域の広い RGB3 色の LED を光源として使用するものが大半になっている。また、LED は高電圧電源を要しないため小型化に適しており、 バッテリー駆動の携帯型電子機器には白色 LED または三色 LED の使用が大半を占める。光源には以下の種類がある LED でカラー表示を行う場合、青、緑、赤の光の三原色の光源が必要になる。LED のような端子機構の光源の場合、単波長の青色 LED で黄色の蛍光体を冷気して白色光源とする。 疑似白色 LED を使用する場合もあるが、この場合は表示が単色に限られる。疑似白色 LED を光源にして、フィルタでさらに2色に分離する場合もあるが、実用例は少ない。RGB それぞれの単色光を光源としたフルカラー方式においては、レイン極間よりも色再現域が広がる。小型液晶において主流であるエッジライト方式の創始者は、 1985年創業の滋賀県の秋広システム発明者は村瀬新さんである。液晶バックライトは液晶産業の裏で液晶を支える縁の下の力持ち的存在であり、巨大企業が取り組む日本発祥の液晶技術と並び、日本の中小企業の手によって発明されて成長したもう一つのオリジナル技術である。 当初この面光源技術は看板用として開発されたものだったが、松下電機が当時初めて登場したノート型ワープロに採用したことから普及した。その後、東芝のダイナブックに採用されたことにより、エッジライト方式が液晶バックライトの主流として認知されるきっかけになった。当時の液晶バックライトにはエレクトロルミネッセンスが使われており、暗い上に寿命が短かった。 それを霊院局管を採用することで長寿命化し、霊院局管と同工板とを組み合わせることで起動、向上できた。そして、同工板の発明に伴い同工板に、不可欠な霊院局管の産業まで喚起した。従来、世界の霊院局管市場の主導権を握るのは、日本のメーカーだったが、近年は、台湾、韓国、中国が台頭している。 薄型ディスプレイの光源としては、携帯型電子機器を中心として徐々に LED の比率が増えつつある。エッジライト方式のバックライトについて、その動作原理を一家に示す。光源には、霊ン極管が用いられている。発光ダイオードは携帯電話用などの小型液晶に用いられてきたが、デスクトップパソコン向けの大型液晶にも採用されつつある。 エッジライト式バックライトは、これら発光源に反射板と銅光板が組み合わされたものである。銅光板は、アクリル板に白色インクで反射ドットを印刷した、シルク印刷方式、スタンパーやインジェクションでアクリル面に凹凸をつけた、成形方式、アクリル板と反射板を、ドット状の粘着剤で貼り付けた粘着ドット方式、溝加工による方式がある。 溝加工方式にはさらに機械的に掘る溝、加工方式、非接触レーザー加工による方式などがある。レイン極間や LED などの光源から出た光は銅鉱板の側部から入射するが、この時に表面反射する光を除いたほとんどすべての光が銅鉱板内に入射する。銅鉱板に入射した光は表面反射を繰り返して銅鉱板の広い面積に広がる。 この際に反射ドットがあると、そこで光が散乱され、銅光板の表面から外に光が出ていく。銅光板では、光源金棒の反射ドットの面積を小さく、光源から遠く離れるほど反射ドットの面積を大きくすることにより、銅光板全体が均一に光るように工夫されている。光源からアクリル製の銅光板内に導かれた光を、 アクリルの前反射を用いて、アクリル前面に導き、反射ドットに当たった光がその進路を変え、前反射角よりも小さい角度になった光が、アクリル表面から出てくることを利用して、銅鋼板前面が均一に光るようにしたものである。非接触レーザー加工による方式では、一枚単位からの加工が可能で、その都度、面光源の大きさ、重応比。 入光片を考慮して溝配分の設計をして、面近性を出すことが可能である。仕上がりはレーザー加工に負があるが、数量が多い場合は金型を作り射出成形を行うものが主流である。超大型のバックライトにおいては粘着ドット方式が有利である。このような反射ドットの分布や溝配分の設計を、コンピューターシミュレーション技術を用いて設計する場合も、ある。 光源が配置される位置は、携帯機器や自動車用機器などの小型のものでは、パネルの左右あるいは上下に対して片側のみに配置する場合が多いが、PC モニターやアミューズメントマシン、中、小画面サイズの液晶テレビなどは両端に配置する場合が多く、大画面の液晶テレビやデジタルサイネージでは、上下左右すべてに光源を配置する場合もある。エッジライト方式は、 直下型方式に比べ、薄型化や軽量化が容易であること、高速の大きい光源を使い光源素子を少なく配置できるので、電力効率が良い、放熱が行いやすいといった利点があるため、一般的なモニターや普及型の液晶テレビなどをはじめ、携帯機器や自動車用機器、アミューズメントゲームマシンなどの液晶パネルでは広く用いられている。しかし、 直下型方式に比べ全体を均一かつ安定して照射することが難しいこと、きめ細かいバックライトの部分制御が難しいこと、片側から発光させ導光板などによって画面を照射するために導光板や反射板の部分的な特性差や微妙な歪みなどによる色ムラや照度ムラ、モアレなどが出やすいことなどの欠点がある。直下型方式はその名の通り液晶パネルの直下に 光源を均等に配置し、その発光を拡散版を介して、パネル上に拡散して、直接画面を照射する方式であり、主に液晶テレビの中、高級機で比較的大画面のものに用いられる方式である。エッジライト方式に比べて均一性の高い安定、下照射が可能であり、照度ム村や色ムラが発生しにくく発色や、階調表現に優れるという利点を持ち、大画面向きである。 またバックライトの部分制御により、シャドウ部では照度を部分的に抑えたりなどで黒の表現性を高める技術のきめ細かな制御が容易であることから、液晶テレビの中、高級機では広く用いられている。しかし、構造上姿化が難しく、また LED を用いる場合多くの発光素子が必要なためエッジライト方式に比べて、電力効率でやや劣る、放熱対策が、 やや難しいなどの欠点もあるため、一般的なモニターや携帯機器などではあまり用いられておらず、薄型化を要求される機種では、液晶テレビにて、かなりの大画面、上級機であってもエッジライト方式の LED が用いられるケースもある。また、比較的大画面である普及型の液晶テレビにも、直下型方式を採用するメーカーもあるが、高級機に比べて、発光素子を コストの関係で少なくしている場合が多く、そのために四隅に、ケラレが出やすいものもあるので留意が必要である。ありがとうございます。